紹介したいと思います。のれっていうのはこういう布のことを言うんですけど、店先ですとかお食事どころの入り口に吊る下げられています。で、こののれには可愛いウサギがプリントしてあるんですけど、多分染め物でできているものが多いかと思います。お店の前とかにかかっているものにはお店の名前ですとかロゴがプリントされたものが多いかと思います。皆さんも多分いろんなところで見れると思うのでチェックしてみてください。では日本の旅行楽しんでください。